一の国と対をなすもう一つの世界、二の国。二の国の歴史は争いの歴史。弱き国は強き国に淘汰され消えていく。やがて力を持ったいくつかの大国が残り、それぞれが互いに睨み合う歪んだ時代が訪れた。これはそんな世界を変えた偉大なる王の物語である。クライン大統領、間もなく到着します、うん、あれは…第一章、ゴロネールの動乱。準備完了しました。では始めるとしよう。この音は。なんだ、何が起こったんだ。僕はエヴァンドリス・ファン・ニャンダール、この国の王である。お前は何者だ。そんなことより、ここはどこだ。これはどうなってる。おい。なあ。何？なあ。もう逃げられないぞ。お前たち、あの者を捕らえよ。何の音だ。こっちだ。状況は変わったんだ。狙いはお前だ。下がってろ。なあ、
おい。そんな。おい。はっ。おい。準備で手薄になっているところを一気に攻める、実に大胆かつスマートな作戦でございます。さすがは中大院様。しかし戦王ラウゼオはしぶと予告でしたが、少しずつ食事に盛る毒の量を増やしてみたものの、計画の実行にここまで遅れが生じるとは。大した問題ではない。あくまでそれも想定の範囲内だ。ラウゼオの病死を疑う者もいない今、あの邪魔なエヴァンさえ抹殺してしまえば。はい、ボロネール王国の王権は完全に魔王族のものとなりましょう。ついに我らの宿願が果たされる時が来たのだ。ご報告です、中大院様。ターゲットを取り逃がしました。なんだと。取り逃がした。まあいい、プラン B に切り替えるまでだ。準備しておけ、黒騎士。よし。ありがとう。では。ああ。
あれは黒騎士です。いいですか。ねえ。うん。はい。え？ああ。なあ。うん。ええ。はい。ほう。さあ。はい。ねえ。いや。ええ。ああ。はい。エヴァン様。見つけましたよ、エヴァン様。あなたにはここで死んでいただかねばなりません。中大院、長きにわたるニャウ族の王権は終わりを迎えるのです。さあ、逃げ場のない地下水道、あなたたちは袋のネズミですよ。ここは私が時間を稼ぎます。黒騎士相手では勝
ち目がありません。でも、アルは。エヴァン様はゴロネール王国の希望です。こんなところで終わってはいけません。エヴァン。なあ、おなりください。王妃様が亡くなられたあの日から、私はエヴァン様の母であり姉であり友でありたいと思ってきました。分かってる、分かってるよ。私はエヴァン様の未来を、立派な王となられる姿を見とうございました。でも王になるなんてやっぱり無理だよ。王なんて僕には無理なんだよ。エヴァン様は誰よりも優しい心をお持ちです。エヴァン様、私には見えます。みんなが笑っている素晴らしい国、アルフィニー、その国を治めているエヴァン様の姿が。エヴァン様、真の王となり、この世界をお救いください。アル、アルフィニー、アルフィニー、アルフィニー。わかったよ、アル、やってみる。僕は作るんだ。みんなが笑っていられる国を、アルが望んだ王国を。物音がしたぞ。いたか。ここは危ない。行くぞ。あ、アル。エヴァン、何がそんなに悲しいの？何がって、大切な人がいなくなったんだ。ずっと一緒にいてくれると思っていたのに。そうなんだ、それは悲しいね。でもさ、別れがあった代わりに
出会いだってあると思うんだ。出会い？そう、大切な人と別れてすごく悲しいかもしれないけど、出会いもあったんじゃない？これからもっともっといろんな人と出会うかもしれない。その中にはまた大切に思える人ができるかもしれない。生きるって難しいよね。大切な人と別れて、その代わりに誰かと出会って、いろんなことに迷いながらゆっくりと歩いていくものなんだと思う。そう、そうだね。ごめんごめん、なんか偉そうに言ってるけど、これ全部ある人から教えてもらったことなんだよね。ある人？じゃあ僕はもう行くね。また気が向いたら会いに来るね。じゃあ。なあ。ねえ。と約束したんだ。誰もが笑っていられる王国を作るって。そうか、分かった。お前の好きにすればいいさ。俺もいろいろと迷ったが決めたよ。俺はこの世界で生きていく。エヴァン、お前と一緒にな。ローラン、悲しみに暮れながらもエヴァンは王となり、混乱する世界を変えることを決意する。ローランもまたエヴァンに何かを感じ、共に険しき道を歩むことになるのである。